番手の位置、内を救っていた2番の高橋、2番高橋が5番手の位置を狙っていきます。残り600の鐘、5番手外から6番の相川仕掛けてくる、1番の渡辺合わせて踏んでいきます。後ろは7番中村、さらには9番の石崎と続いている。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、1番の渡辺の先行です。2番手は7番の中村、3番手には9番の石崎続いています。後方から2番の高橋がまくって4番手から3番手、2番手まで迫ってきた。2番の高橋が前段を捕まえていく。2番手8番の竹内懸命に追っていきます。後ろ切り替えた7番の中村、3番手、4コーナーから直線、2番の高橋が先頭、2番手8番竹内、7番中村と追ってくるが、2番の高橋がゴールイン。2着7番の中村、3着には9